なたのパートナーシップ、これまでのパートナーシップに一旦絶望してください。はい、よしおです。あいかです。いやー、皆さんこんにちは。こんにちは。あめきちだよ。あめきちくんです。どうもー。はい、はい、このチャンネルでは年の差夫婦よしおとあいかが幸せな人生を生きる上で大切なちょっといいことをお伝えしております。ちょっとだけですよ。はい、今日のテーマはこちら。努力一切なし、理想のパートナーと結婚する方法。イエーイ。はい、ということでですね、はい、まあ、吉尾大家はやっぱり夫婦で発信をしている関係上、うんうん、はい、結婚したいとか、はい、パートナーシップを深めたいっていう方からのご相談はやっぱり多いんですよね。多いですね。はい、うん、多いです。なので今日はそのあたりについてお話をしていきたいんですけれど、はい、3つのパターン、うんうんうん、3つのその方に向けて今日は3タイプですね。3タイプ、3タイプ、はい、結婚したい3タイプの方に今日お届けしたいんですけど、はい、まずタイプ1、タイプ1、結婚はしたいけれどまだパートナーがいない。なるほど。そういう方向け。はい、タイプ2、タイプ2、パートナーはいるけれども結婚って言ったらどうかな。なるほど。なんか踏み切れないなみたいな。なるほど、面白いですね。うん、はい、タイプ3、タイプ3、パートナーがいてこの人と絶対結婚したいと思ってるけどパートナーが結婚を嫌がったりとか。なるほど、うん、なんか話が進まない。なるほど。あと両親とかに反対されてるとかね、うんうんうん、この3つのパターンについて解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず、はい、タイプ1、タイプ1、ちょっと一応タイプを書いておくか、うん、タイプ1 T1 は、はい、パートナーいない人ですね。はい、まず、まあ、この人に向けて一番やってもらいたいことは、うん、吉尾さん何ですか。そうですね、祈る。あ、祈る、はい、なるほど、祈りましょう、うん、以上ですやめて、俺が滑ったみたいになってるやん滑ったんか俺が。はい、ちょっと誰も笑ってくれてない、ね、くれてないかもしれないけど、ね、まあでも優しい視聴者の皆さんは、はい、もしかしたらくすってふって言ってくれてるかも。ありがとうございます。知らないですね。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ではパートナーがいない人が何をしたらいいんですか。うん、祈るだけでは実はダメなんですね。ダメですね。なるほど、はい、半分正解。半分正解、うん、でもないね。そうだね、あの、うん、祈るっていうことは、まあ、例えば願うだとしましょう。はい、祈るとは願うことだと、うんうん、とするならば半分正解かな。そうですね、うん、はい、はい、ズバリパートナーがいない人は、はい、もう絶対にとにかくしなきゃいけないのは、はい、理想のパートナーシップを書き出すことです。なるほど、まあ、かれこれ私たちはですね、はい、今でこそ夫婦でね発信をしてるんですけど、うん、もうとにかくお互いに出会う前から、うん、本当にこう恋愛がうまくいかなかったわけですよ。そうですね、はい、なんかあとは恋愛だけなのにみたいなパターンだったんですよ。そうですね、そう、なんか、はい、ね、その仕事とかさ、うんうん、なんかそれはうまくいったりはしてきたけど、それなりにうまくいってますね。それなりにね、そう、うん、でもめっちゃ突き抜けるとかじゃないのよね、うんうんうん、それなりにうまくいってるんだけど、もう私は男運だけがないと思ってたし、うんうんうん、吉は女運がないと思ってたし、ね、周りからも言われてたんですよね、はい、うん、でですね、ある時もう私たちはすごく絶望した瞬間があって、はい、パートナーシップに、でその絶望したことによって、うん、紙にブワーって書き出したんですよ。そうですね、で今それ振り返ったらそれが理想のパートナーシップだったんですよね、はいはいはい、ちなみに愛華さんこの時何だったんですか。理想のパートナーシップ、はい、あの連絡をしたらすぐに返してくれる。あ、クリアですね、はい、あと友達とか、うん、なんか仕事とかさ、うん、趣味とかいろいろある中で、うんうんうん、優先順位が一番、もうダントツの1位である。私、うんうん、私が一番であること。なるほど、うん、いろんなもんですね。チェックバックとか、チェック、そう、はい、チェックついてるでしょ、はい、で、なんか一緒にチャレンジができる人。おお、うん、ついてるじゃん。そう、なんかさ、このいろんなところでお話ししてると思うんやけど、私
ある友達から聞いて、うん、なんか夫婦で仕事を一緒に辞めて、うん、でオーストラリアにワーホリに行ったって話を聞いたんですよ、うん、吉尾と出会う前に、はいはいはい、ですごい羨ましくて、一人でワーホリ行く勇気はないけど、うん、二人やったら絶対いいやと思ったよ確かに確かに、でそんな関係性を築けるパートナーに出会いたいって、うん、心の底から叫んだんですよね。すごいね、うん、そしたらもう全部見事にピロン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 って、そこにさ、うん、なんか頭で考えてたはずの、うん、なんかこう身長が高い人とか高学歴高収入とか全然頭で考えてたはずなのに、この時、うん、思いっきり絶望して書き出した時って、うん、なかったのよそれが。へー、もう本当に絶望したんだね。そう、うん、本当に絶望して、その時に出てくる言葉って、うん、自分にとっての本当素直な言葉だし、うんうんうん、腹から出てる言葉なんですよね、うんうん、それ本当になんかもう魂の叫びみたいな感じなんですよ、はいはいはい、吉尾さんはちなみに。僕は僕を幸せにしてくれる人です。僕を、うん、幸せにしてくれる人、はい、そしてあとはモデル以上です、はい、すごいシンプルな魂の叫びなんですけど、はいはい、その叫びのおかげで、うん、で私は吉尾を幸せにするって宣言して出会ったし、はい、うん、であの元モデルなのでクリアでございます。ピロン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 、はい、ということでですね、本当に頭で考える理想のパートナーシップじゃなくって、うん、腹からもうなんかもうこの辺から湧き上がってくるような。そうですね、ポイントとしてはあれですね、本当に肩書き云々じゃなくて、なんか自分のダサいところをさらけ出したらどんな恋愛をしたいか、まず、あ、ね、弱い部分を出したらどんな恋愛がしたいかってところなんですよね、うん、なんかその頭で考えるときって自分の弱さを隠したところにあるじゃないですか、うんうん、じゃなくてダサくて弱い自分が前面で出たときにどんな恋愛がいいか、誰かだったら連絡すぐ欲しいとか、寂しいから一緒にワーホリ行きたいとかさ、うんうん、ずっと一緒にいたいとかさ、出てきたわけじゃん、うん、っていう風に弱い自分を出たときに出した答えが本物なので、うん、そっちで書くってのがいいですよね。そうだね、うん、なんかさ調子がいい時ってさ、うん、なんかあのすごい仕事ができる人とかさ出てくんのよ、うん、自分の調子が良ければ、うん、でも自分がさすごい仕事ができない時にさ、うん、めっちゃ相手が仕事できてさ、うん、え、なんで仕事できへんのとか言われたらさ、もうめったにズタボロのボロボロのズタズタズタやんズタボロのボロボロのズタやん、うん、だからそれじゃなかったのよね。寄り添ってくれるとか、そういうところを私は望んでたんだなと思います、うん、なので、はい、まずパートナーがいない人はこれもうファーストステップ、ファーストステップこれです、絶対これやってください、はい、で今のあなたのパートナーシップ、これまでのパートナーシップに一旦絶望してください。はい、はい、絶望することで新しい道が見えてきます。はい、はい、ではタイプ 2 T2 はい、は、パートナーいるんやけど、うん、おるけど、うん、なんかけどみたいな、おるけどーって、好きやけどーみたいな、はい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 、点々がつく、うん、ここにいる人が結構多いんじゃないかなって思うんですよ ね、 はい、パートナーおるけど好きやけどってなってる方の、はい、まず、本当に結婚したいのかしたくないのかっていうところさえもわからないみたいな方が多いと思うんですよ。その方に向けて、私が一言お伝えするものがあるとするとですね、はい、本当に結婚する時っていうのは結婚を迷いません、うんうんうん、結婚したいんかな、本当にしたいんかなとか、うん、その疑問すら湧いてこないんですよ、はいはいはい、なんかもうストーンと結婚するに決まってるって感じになる。うん、なるほど、うん、だから悩んでるってことは何か悩ませる要素があるってことなんですよ、うん、彼の態度なのか環境なのか仕事なのか分からんけどね、うん、まあそうですね。どうした、おしっこ、ちょちょよしよし、あ、よしよし、なんびっくりした、急におしっこしてもぞもぞしてんだから漏れそうなわけではない。タイプ2の方はシンプルにパートナーシップの構築が甘いです。なるほど、はい、なのでここでやってほしいのは本音で伝えるきっと結婚したいけどこのままだったらな、私苦労するだろうながあると思うんですよ。夜中遊び行ってしまうとか、うんうん、ちっちゃいところでトイレの蓋を閉めてくれないとか、うん、あとはケチ臭いとか、いろいろあると思うんですよね。それを私はこういう風に感じてるので直してほしいとか、うん、こう思いますよっていう、お互いがお互いに言い合えてないからこそ結婚に踏み切れないんですよ、うん、結婚にストンって愛が踏み切れる
った時ってお互いがダサい部分を出し合って本音で伝えた時に、あ、この人だったら大丈夫ってストーンと落ちるわけです、うん、なので好きやけどてん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 って時は好きから愛に変わってないですよね。ライクからラブに変わってない時なんですよ、うん、なのでラブに変わんないと結婚ってストーンってスムーズに進まないので、なんでここでパートナーシップの構築をしっかりする。なので努力していい女でいようとか、結婚してもらうために、向こうからプロポーズしてもらうために頑張ろうとかではなく、努力しない、そういう、あ、そういった努力をしないで本音を出す、本音を語り合う勇気を持つですね。これが大事になってきます。本音を語り合う勇気ですね。はい、ちょっと薄いですけどね、すいません、はい、を持つのが T2 の、ね、そうです、 T2 ですね、うんうん、はい、確かに。では T3 いきますか。 T3 いきましょうか、はい、T3 もうついに青になりましたか。 T3 青でいきますね。はい、ありがとう。 T3 は、パートナーがいている、うん、絶対結婚したいって思ってる、はい、絶対結婚ですね、うん、なんだけど結婚の話がスムーズに、はい、状況的に進まないっていう方もいらっしゃるんですね、はいはい、そういう方からの相談も結構受けます。そうですね、で多いのはご両親の反対ですね、はいはい、うん、でこれは あと、パートナーが嫌がってる、結婚に踏み切れないっていうパターンなんですけど、うん、じゃあパートナーが結婚を嫌がるパターンと、はい、細分化してね、はい、スモール A としましょう、はい、パートナーが嫌がる、うん、嫌で、スモール B、両親の反対ですね、はい、両親が嫌、はい、パートナーが嫌っていうのは、まあ、なんで私たちがこうお話ができるかっていうとですね、うん、実体験があるんですよ、はい、それは私はもう絶対にこの人と結婚するってストンって腹落ちしてたんだけど、よしおがいや結婚はもういいかなとかまあそうですね、もうなんか別に籍入れることにこだわらなくてもよくないみたいな感じだったんですよ、うんうんうん、で、はい、その時は、うん、なんで嫌だったんでしょう。あんまり覚えてない、うん、いや、そうですね、まあ、シンプルに僕はバツイチだったんで、うん、結婚をもう一回失敗するのは怖いって思ってた、うんうん、怖いね、そう、だから嫌だイコール怖いっていう風に認識した方がいいと思います。あ、なので男性は怖いって素直に言えないじゃないですか、うんうんうん、なので嫌だな、無理だな、まだもうちょいかなって時は怖いっていう風に判断した方がいいです、うん、なので大切なのはじゃこの怖いを取り除いてあげればいいんですよね。あ、取り除く必要があるんですよ。取り除く、はい、で大切なのは、まあ、でも彼は怖いって言ってないわけじゃないですか。だからそこの部分を組んで何をするかって言ったら、共感しながらも楽しい未来を見せていく。おお、はい、これの解決策として、うん、共感プラス、うん、未来やね、うん、あ、この子ね、あ、この彼は彼は結婚するのが嫌ではなくて怖いんだなって思った瞬間に、じゃあ何してあげようと思ったら、じゃあ私といたら幸せな未来を思い描けるようにしてあげようと思うんですか、うんうんうん、そしたら何をするかって言ったら、じゃあ一緒にご飯を作ったりとか、ね、こう今日も愛してるよとか言ってみたりとかっていう風に愛情表現がさらに多くなるじゃないですか、うんうん、その状態で彼の不安を取り除いて愛で満たしてあげる。そうするといつの間にかいいよ結婚しようかって。確かに、これ、スモール A、B 両方共通することだし、よしおが常々言ってることだけど、うん、はい、心のコップっていうのがあってさ、はい、で大体の人はさ、ここにさ、不安とかさ、そうです、こう寂しさとかさ、はい、焦りっていうものがいっぱい入ってんだよね。で、この状態でどんだけこう愛を注いでも入っていかないと。で、よしおがよく言ってるのは、これをまず空っぽにしようねって言ってるね、はいはい、そうですね、うん、だから彼も今やっぱ結婚に対してのマイナスイメージっていうもので、うん、コップがいっぱいになっているから、うん、そこに寄り添っていくと。そうで、これ直接不安だよねとか怖いよねって言わなくていいです、うん、思って
本当にそっと寄り添うイメージだけでいいです、はい、なの でそこからもし彼が話してくれる雰囲気だったら話を聞くだったりとか、テクニックとしてはまず自分が結婚って怖いけど結婚したいんだよねって聞く。あ、まず私も怖いけど結婚したいと思ってるんだ、あなたはどうって聞くと、あ、俺も怖いかもっていう風に言ってくれるかもしれない。そうだね、ってことは、うん、まあここで詰まるっていうことは、うん、元を正せばパートナーシップの構築が甘いっていうところにつながっていくわけだ。そういうことです。本音をまだ出し切れてないよね、うんうんうん、でここでも大事になってくるのが本音を語り合う勇気を持ってパートナーと接していくっていうことですね、うんうんうん、はい、はい、じゃあ次スモール B、 スモール B 両親の反対、はい、これもめちゃくちゃ多いし、はい、私たちも経験しました、はい、もう大反対でございましたね。はい、そうですね大反対でしたね、はい、思い出してきました、はい、あの今じゃ仲良すぎて ねもう忘れますからね、はい、もう本当そうだっけみたいな、はい、そうなんですよね。でここで大事なのは、うん、認めてもらおうとしないことが大事です、はい、大事なんで書きますね、はい、認めてもらおうとしない、はい、続けてください。で認めてもらおうとするとどうしても彼のことをよく見せようとかいいことを しようとかでお土産何しようとかなってくるわけですよ、うん、だけども大切なのは認めてもらうじゃなくて私は彼といるとこんだけ幸せなんですよをアピールするんですよ。親がなんで反対するかって言ったらたった一つです。この子を将来幸せにこいつはできるんだろうか、うん、ただこれだけなんです、うん、だったら今幸せだよってとこ見せてあげればいいんですよ。なので認めてもらおうとせずに私は幸せなんです、こんなに幸せなんです、彼といるとこんなに笑顔が溢れるんですっていうのを見せてあげる、うんうん、これで安心するから大丈夫です、はい、だからご両親の場合も不安のコップがそうコップに不安がいっぱい溜まってて うん、その不安にまず共感してで今と未来の幸せを見せる、ね、そういうことです、はい、でまたここでワンポイントテクニックとしては、はい、想定される質問を全部答えを用意しておく、はい、ご両親から質問されてとかって言ったらさ信頼できないじゃん、うんうん、質問されてパッて私はこう思ってますこうですこうですって答えたらさ、うん、それだけで信頼度アップするじゃんね、うん、だこういうところもちゃんと考えた方がいい、うん、想定質問集そうですね、作っておく。僕は全部考えてましたからね。そうなんかそうすごいそれが意外で、うん、俺を信じてれば大丈夫だからって言ってそのねご挨拶行く時の車でずっと言ってて、うん、みたいな大丈夫かなとかって思ってたけど、うん、よしよしを信じようって思って、うん、まあ踏み入れたわけですよ会場に、はいはい、そしたらもう全ての質問に即答えてたの、うんうんうん、ですっごいかっこいいと思って、うん、やるときはやるんです。いやーすごいのよ本当に、うん、で結構そのね両親ご両親の反対で悩まれてる方って、うん、意外とそこが落とし穴だったりするんですよね、うんうんうん、想定質問に対する答えがないっていうパターンが結構多いよね、うん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 、それだけやると信頼度が、うん、爆上がりです、はい、僕はそこで一発 OK でもらいましたんでね、はいはい、もうそこからですねあの大反対していたはずの家族がですね、はい、もう義雄のことが大好きでなんかもう愛花は帰ってこなくていいから吉尾だけ帰ってきてもいいよみたいな。ありがとうございます。離婚と か、はい、なんか喧嘩とかそんな話が出た時は、うん、愛花が悪いに決まってるからあの愛花は帰ってこなくていいから吉尾は逃げておいでっていうような関係性になってます。ありがたいです本当に、はい、吉尾も愛してもらってはい、はい、ということで、まあ、このパターンですよね、うん、について説明しました、はい。まあ、とにかくですねすごく全部に共通することなんだけれど、うん、全部って結婚するっていうことだけじゃなくって、うん、なんかまあお金を稼ぐとかさ、うんうんうん、なんか仕事を転職するとか、はい、全部そうなんだけど、はい、すごい大事なのって決めるってことなんですよ、はい、で決める結婚するって決めるとすぐに絶対に通るべき道というか、うんうんうん、この道はステップ踏んでいこうみたいなのは見えてくるんですよ。はい、ご両親に結婚すると決めたで、うん、ご両親に挨拶に行く必要があるじゃあ想定質問集を作ろうでその想定質問を作るとかってこれめんどくさいよね。めんどくさい。そうめんどくさいんだけど吉尾がいつもよく私にも言ってくれるんやけどなんか本当にやりたいことは大概めんどくさいんだと、うん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 、でそのめんどくささに引っ張られずに
本当に何が必要なのか、本当は何がしたいのかっていう目的をちゃんと見定めて行動していく、うん、すると これをめんどくさいって後回しにせずに結婚するって決めたから、じゃあ2人で想定質問考えようとか、そうだ、ね、やっていけるじゃない、うん、そうだね、うん、だからこういうものがなんかめんどくさかったり後回しになったりできない、うん、あと同棲したいけどなんか踏み切れないとか、うん、結婚したいけどっていう時って決めてないだけなんですよ、うん、どっちでもいいかなって思ってるってことなんですよね、うん、決めたら本当に結婚できますから、うん、決めましょう。あっという間やったもんね。あっという間、半年で結婚しました、ね、はい、はい、なので皆さんも決める、すごく大事です、うん、あとは細かいテクニックは本当にこう質問紙を作るだったりとか、うん、あと見た目をきれいにするだったりとか、そういう細かいテクニックあるけど、もう大部分はこういうあり方の方ですね、うんうん、大事なのでぜひやってみてください。はい、ということで今日はこの動画で努力一切なし理想のパートナーとあっという間に結婚する方法をお伝えしました。はい、この動画が面白かった、勉強になった、参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。